ソラテラスに行きたい行きたい言ってたから行ってみるんでしょう。うん、まあ、天気もいいしね、まあ雷雨あるかもしれないけど、うん、行ってみる。行ってみよう。ね、そういうのあんま行ってないからね、ゴンドラで夏っていうのね。私はそういうの結構好きなんだけどさ。まあいいじゃん、行ってみようよ。気持ちいいし。流行ってるしね。うん。流行ってるしねとか言って。遅いか。おじさんは遅いね。で、ついでにちょっといい山の町に出れるでしょう、うん、寄って、うん、パティスリー平野のさ、あ、そうだね、ケーキ買おうよ。ケーキ屋さん行ってカフェもあるらしいんだけど。あ、そうなの。混んでると思うんだよね、カフェは。だから、うん、ケーキ空いてたらまあカフェでもいいんだけど、うん、多分混んでるからテイクアウトして、うん、どっかで食べようかな。1度かお昼前で、やっぱ暑いね。暑いね。いつまで暑いんだろうね。今一番暑い時期だもんね。そうだね。おお、80m 左側にあるって。あったあった。った平野って書いてあるよ。ピーってあるね。ここ超大きいピーだった。え？あ、本当だ。こっちいいんだ。すげえな。こっちもいいんだって。すごいね。駐車場が。すごい、何台止める？ 50 台ぐらい止めるんじゃないの？ね。あ、カフェ平野があってパティスリー平野があるんだ。あ、すごいじゃん。カフェだってこっちは。空いてるじゃん。行けんじゃない？行ってみようか。行ってみようか。ね。すごいよ、ここ。アフタヌーンティーセット今1人前頼んだんだけど。中がすごくて、うん、好きなケーキ、あっちのショーケースのケーキがさ、うん、500、600円してるケーキ一つ、それから並んでる焼き菓子が一つでしょ、うん、好きなの選べて、でそれ以外がなんかめちゃくちゃ入ってんだよね。あ、ここか。で、絞りたて牛乳のジェラートでしょ、それからスコーン、あとキャラメルチョコパウンド1個、サンドイッチ1個で、ドリンクバーってあっちにあるの。ドリンクバーがね、あそこにある。しかもドリンクバーはそんじゃそこらのジュースじゃないの。どんなジュース？めちゃくちゃ美味しいリンゴジュース、これ。あ、いいリンゴジュース。そうそうそう、お伏せのリンゴジュース。ーで、ドリンクバー単品でも頼めて、中にメニューがあるんだけど、まあパフェとかもいっぱいあって。すごいね。すごいんだよ。美味しそう。これか。うん。でドリンクバーだと単品で430円なの、うんうん、でケーキとか頼むと300円。300円以上のケーキを頼むと300円。300円でつける。で、行くとさ、ケーキとドリンクバーで1000円ぐらいいくから、それ以外800円ぐらいでこんなんが取れる、食べれる。お得だね。すごい楽しみ。もあるよ。アイスコーヒーもあるし。オレンジ、ブドウ、グレープ、リンゴ、アイスティー、アイスコーヒー。すごいね。あとホットコーヒーは美味しいやつ。うん。やばいね、このリンゴジュース。やばいよね。アフタヌーンティーセットが来る前にさ、ジュースばっか飲んでお腹いっぱいになっちゃう。な。うまいよね、これは。サンドイッチも美味しそう。美味しそうだね。すごい。そうそう、はい、いいよ。こっちはティラミス、380円だったから安かったね。うん、あ、いただきます。ティラミスに届かない。あ、
まい。うん、おいしい。こっちのアイスも食べてみたら。本当だね。これはなんだっけ、ミルクジェラートだったかな、うん、のいちごソース。うまい。あ、すごいミルク。そう、あ、おいしい。うわ、プルプルじゃん。すごい、桃がブリンブリンだね。本物の桃が乗ってますよ。コンポートだもんね。うわ、すげえな。すごい、どうしよう、取れない。なあ、上だけスプーンじゃない？スプーン。いただきます。おいしい。やばそうだね、それ。やばいこれ。なあ、スプーンの方がいいでしょ。下がね、でもね、うん、硬いんだよ。ほら、ああ、ああ、パイ生地みたいな。いただきますか。やばいこれ。わ、すごいね。俺もちょっともらおう。うん、全然甘くないの。ああ、そう。本当に甘さだけで。いいね。すごいこれ。やべやべ。本当ね。いただきます。すごいでしょ。うまいな。めちゃくちゃ美味しいよね。やばいなこれ。本当だ本当だ。コンポートなんだけどさ、なんかコンポートってすごい甘ったるい感じのイメージがあったんだけど、あ、美味しいな。本来の甘みだけでさ、どちらかといえば甘さ控えめですごい美味しい。すごいね。だって桃の繊維がこうまだ残ってるというか。ちゃんとね。あ、下のパイ生地も美味しいな。うん、うん、パイ生地なんて言うんだろう。うまい。うまい。うん、うまいね。うん。卵が入ると美味しいな。うん。これは焼き菓子。重い。スイートポテトみたいな感じかな。あ、本当だ。これは自分で選べたんだ、一杯の中からね。ずっしりだね。ずっしり。ちょっと食べてみよう。おー、うまい。外がココアで。うん。うまい。なんかさ、あれあれ、スイートポテト。スイートポテトぎっしりだね。やばいよ、お腹いっぱいになっちゃう。私はじゃあスコーンでもいただこうかしら。しかった。美味しかったね。すんごい大きな駐車場でさ、うん、椅子もめちゃくちゃ出てるけどさ、うん、これ週末はどんだけ混むんだろうね。ねえ。とんでもないだろうな。今日だって平日なのに、そうそうそう、次から次へと来て、次に来るもんね。でカフェもいっぱいになったし、ね、あっという間に。すごいよね。いや、美味しかった。美味しかったね。桃のシーズンだからね。すごい美味しかった。してはソラテラスに向かおう。はい、近いよ。18キロだって。あ、そうなんだ。すごい近いね。あれじゃん。ああ、そうだね。ここら辺に見えてる。あれだってさ、上がそうだよね、うん、竜王何回か行ったことあるけど、あんな感じだよね。あの上から降りてくるのがさ、すごい木落としコースだから、なんかすごいとこ行くんだよね。すごいとこなんだよね。そうそうそう、バックカントリー的な、なんかゲートが開いた時だけ滑れますみたいな。そうそうそう、上にダラダラしたさコースがあるけど、そうだ、絶対あれだね。絶対あれ。あ、35度35度。やばくない？なかなかだね。35度だってよ。おお。竜王はあれゴンドラだったっけ？ゴンドラだよね。150、60人乗れるさ、うん、大きいやつ。うん。だからそんな頻繁に出てないよね。うんうん、1時間に3本とかじゃない。なんかロープウェイみたいな。そうそうそう、大きなやつね。うん。おお、木島がすげえ綺麗今日も。ねえ。夏のスキー場って綺麗だね。綺麗だね、夏も、うん、冬も綺麗だよ。いつでも綺麗だな。あれもスキー場だね。ねえ、やってるのかな。ああ、
これ木島のさ奥じゃない、うん、多分木島のそうこっち側前繋がっててさ、薪の入り側じゃなくてさなんとかっていうところ、あそうそう多分そうだそうそうそう高い富士日立が高い富士 XJAM 高い富士って言うんだ今は。そうこれが前は、うん、木島と繋がってたと思うんだよな。だから今もやってんのかな、提携はしてないのかな、もしかしたらね。あ、見えてきたよ、真正面に。ほんとだほんとだ、やべえ雲がいるじゃん。大丈夫かな、違うここだね。ほんとここって言ってんだよな。行ってみよう。そんなさ、有名な観光地だったらさ看板が立ってそうだけどな。看板が出てると思うんだけどな。普通はさ、長野側から来るからじゃない。ね、あ、こっちが。ここ看板出てそうじゃない？これ違うかな。ホテルノース滋賀。まあ行ってみようか。違う違う、左側にさ。これ左行けって言ってない？うん。この左なんだ。あ、ここに。あ、出てる、空テラス。やっぱそうか、うん。北から来る人は想定してないらしい。長野市側から来る人用だ。うん、これでいいらしい。どっちってなってるんでしょう。ロープウェイ。まっすぐだね。俺のナビでは左って言ってんだけど。多分右だね。ソラテラスどれやっちゃったからさ、うん。行けるとこまで無理やり行ってくれんじゃない。多分。でそっから歩けだったと思う。歩けんのかな。でも暑いな。結構急じゃなかった。だすごかったよ。崖みたいなとこだよ。ロープウェイ乗車まであと2キロ。まだ奥なんだね。あ、全然奥なのか。これ右行くの？遅いんだな。遅いね。あ、バス来ちゃった。ここで待っとこう。富士山はまだいっぱい咲いてる。あ、どこだ？見えてきたよ。多分あの上の方じゃない？あ、そこら辺だね、多分。あ、行っちゃった。わー、ほんとだ。ロープウェイ出てなさそうだよ、そんな。まあそう、2、30分に1本でしょ。なのかな、多分。今1本出たから出ちゃったね。うん、まあいいじゃん。ソラテラス左、駐車場はここか。グランピングホール、ロープウェイ乗り場あったか。ありました。車は空いてるね。空いてんな。これしか駐車場ないんだ、そもそもが。そうだよね。結構登ってきたんだよね。から乗るんだな。あ、どう？空いてるとこある？空いてるとこあるよ。あるね。そこに。帰ってきた。帰ってきた。これに乗ってくんでしょう。うん。行ってみよう。もうちょっと涼しいね。ねえ、ちょっと高いもんね。そうそう。湯田中駅からシャトルが出てる。大人が2400円、小学生1200円、ペット500円。雷で止まっちゃうかもって。え？でも今日降りてなくなることはないって聞いてたよ。雷で止まっちゃう。近づいてるんだって。やばいじゃんそれ。1000メーターもあんだ。標高1770メートルの山頂駅まで全長2300メートル、高低差約800メートルの、ご乗車時間およそ10分間で参ります。
だいぶ見えてきたね、うん、あれが戸狩かな。飯山の町があって、マダラオが真正面、あ、一個奥の山ね、うん、これで、その奥の高いのが妙高とか赤倉とか、うん、あ、こっちには長野市か。ここは長野市だね。あ、中野か。中野市で、その奥が長野市だ。空いてていいね。ちょっとフラフラしてみようか、ね、行ってみよう。ここがカフェみたいだよ。狭いよね、ハンモックね。ちょっと近すぎだよね、ハンモックなあ、揺れたらさ当たっちゃうよね。ここまでか。ここはまだ何もできてないんだね。そこだけだね。だけどこれ雲海出たらすごいだろうね、うん、綺麗だろう ね。だから雲海の時が混むんだろうね。そうでしょ、夕方とか、うんうん、夜7時まで動いてるって書いてあったから。すごいね。はい、どうぞ。ハーブベリー、600円。うわ、結構すんね。サイダーだもんな。あ、でも綺麗だね。ベリーが入って、すごい綺麗だよ。綺麗だね。いただきます。日陰が涼しいな、やっぱ、うん、風がね。降りてきました。スーベニアショップ、どうぞ。
降りてもここ 1000m あるからちょっと爽やかだね。スーベニアショップ行こう。ちょっとまだ暑いからさ、高山村の方に入ってって、その近くにさ、なんか滝を裏から見れるとこがあるらしいんだ。雷滝って言って、そこ行って涼もう。いいね、涼しいんじゃない？暑いからね、こっからね、30キロちょっと、35キロぐらい結構離れてるんだ、1時間ぐらいかな。そうだね、行ってみましょう。なんかさ、ここのテラスはやっぱり雲海の時がいいみたいだね。あ、そうだね、雲海テラスっていうぐらいで、結構な確率で夏は出るみたいで、だから昼空いてたのかな。そうかもね、夕方がメインなのかもね。でも上気持ちよかったよな。気持ちよかったね、出た時にね、すごい爽やかでね、これで下っちゃうのか一回。今31度。おお、いや今日やばいんじゃない？間違え、寒いって言ってたあ、この前さ、ここさドライブしたいいところじゃん。そうそう、あれは湯田中のさ、お弁当待ってる時にね、美味しい石井ドライブインか、関へドライブインか、そうで30分ぐらい待つよって言われて、ドライブしたところの近くだ。すぐ眺めがいいね。眺めもいいし、ちょっとフルーツがいっぱいのとこだからちょっといいな、ね、だけど32度、今すごい、ね、また1度上がった。すごい、横スノーモンキー電車、スノーモンキー見えないかな、マークがほら、あ、成田エクスプレスじゃん、あれ。エクスプレス昔の知ってる？俺が中学校の頃だろうな。あんなんだったよ。ここ左、あけびの湯っていうのがあるな。お前もなんか見てるね。あ、小布施温泉だ。ここを左で登っていきます。あ、じゃあこれ下ったらもう小布施なんだね。そうそう。高山村に入りました。こっから何キロだ？上に。13キロ。これも温泉だったよね。そうそう、これ何温泉だったっけ。何温泉だったっけね。結構良さそうなんだよな、ここ。露天風呂もあってね。そうそうそう、あ、そうそうそう、これこれ、わらび温泉。あ、そうそうそう、暑いけど行きますって。でも下より4度下がったよ、もう。ちょっと来ただけで、いや、ちょっと涼しいんだ。結構登ってるからね、ずっと。見て、猿だよ。おー、いっぱいいるよ。暑いだろうな。なんかもうあっちって感じじゃん、ね、なあ。信州高山温泉郷、山田温泉。まだ31度、温度変わらないな。結構登ってるのに ね。これは今日入れないな。今日どっかここら辺のさ、温泉入ろうと思ってたのにね。あとね、3.6キロ。あ、結構行くんだね、まだ。もうちょっと行くみたい。ほんで、足湯していく？足湯？暑いから。無理だな。暑いよ。燃えちゃうな。あと2キロぐらいなんだね。2.7キロ。七味温泉より手前なんだね。あ、そう、そうだね。そういうことになるね。カモシカだ。カモシカじゃん。やべえね。子供がいたね。いたいた。黒い犬かと思ったら。カモシカだった。夏にカモシカ見るのは珍しいな。黒かったね。なあ。そう。子供もいた。初めて見た。なあ、すごい。あと 1.3 キロ。OK。おお、27度まで下がった。おお、いいね。順調に。いいね。右側って。あ、ここか。あ、え、ここの先に、あったあった、あったあった、ここだここだ、駐車場が、はい、急に現れたね、はい、行ってみよう。うわ、すごい下るじゃん、マジ。ああ、涼しいな。
だいぶ涼しい。そこか、行ってみよう。わあ、すごい迫力じゃん、ここ。すごいね。しかも涼しいな。めちゃくちゃ涼しいなあ。最高。いや、気持ちいい。裏に入れるしね。うん、もう一回裏入ってみる。行ってみよう。いや、最高だったぞ、ここ。すごい涼しかった。すごいね。天国のようだったね。裏をさ歩けんだもんね。歩けんなんて、うん、結構上も岩々しくてさ、水も滴ってて、うん、結構危ないよね、崩れたら。落石注意とか書いてたけどさ。あ、そう。そんな言われても ね、 ねえ、あの状態でなんかポタ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 、そうそうそう、落ちてきててさ、うん、意外と人気の観光地っぽくて、うん、続々来たよ。そうだ ね、 ね。いや、いい、面白いもんだって。よし、では温泉はちょっと無理だな。そうだね、まだ暑いからね。暑いから、うん、でもちょっと降りたところになんかもう一個滝があったから、うん、それな、遠くから見るだけだけど、それは、うん、寄っていきましょう。ちょっと見てみようか。はい、到着。八滝っていうらしい。行ってみよう。あ、すごいや、よく見えてる。あ、本当だね。八滝だって。八滝展望台、熊注意。あれか、26度だったけどな、うん、下は多分34度ぐらい。まだそうだね。で、これ左だね、長野の方は、うん、これた赤い橋だよね、あの、そうそう、綺麗な、そう、楽しかったな。だけどあれはここら辺いいね。いいね。温泉もいっぱいあるし、うんうん、よりどりみどりだしね。そうだね、いい温泉いっぱいあるからね。いっぱいあるから、
で美味しいお蕎麦屋さんもあるし、うん、結構いいかも。涼しいから、うん、で志賀高原にも抜けれるしね、この時期は。あ、 上ね、うん、山田牧場だっけ、山田牧場の方から、うん、小安温泉だって。うーん、美味しいお蕎麦屋さんあったよね。なそう、美味しいお蕎麦屋さんがここら辺にある。あったよね、うん、小安蕎麦ね、うんうん、昔行ったけどな。そうだね、10年ぐらい前。この前は何だろう、須坂市かな、ぽいよね、長野市かな、うん、須坂だよね。須坂だと思うよ。だよね。So sweet.